MLB、ドジャース6、5、ロッキーズ、日本時間23日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は22日、日本時間23日、本拠地、ロッキーズ戦に、1番、指名打者で先発出場し、1点差の9回に起死、快晴の同点53号ソロを放った。二投類を決め、前人未投の53本塁打 &55 投類 53から55に日本人初の偉業も見えてきた動画53号の7秒前大谷翔平が見せた珍しい振る舞い野球の神様が降臨する瞬間大谷のバットが打ち出の小槌となった初回戦闘で6試合連続安打となる左ン打を放つと3回1死1塁7回1死と右前へ打ち返した さよなら勝ちを呼び込む9回戦闘の53号ソロを合わせて、今季3度目の4安打の固め打ち。18日、同19日まで打率287だったが、わずか4日間で打率301に上げた。打率3割到達は8月10日、同11日以来43日ぶりだ。8月は打率235と低調だったが、9月は打率点354。 9本塁打、25打点と格変モードに。すでに30本塁打、30盗塁を楽々とクリアしており、日本人初のトリプルスリー達成に現実味を帯びてきた。16日、同17日の敵地、ブレイブス戦からの1週間で7試合に出場。32打数16安打の打率点500、6本塁打、17打点、7盗塁、11得点の好成績を残し、 出塁率543、長打率1.125、オプス1.668。打率、安打、得点、本塁打、打点、盗塁、長打率、オプスと8部門リーグトップで、今季3度目、通算10度目の週間 MVP は確実視される。24日、同25日、からパドレスとの直接対決3連戦。レギュラーシーズンも残り6試合だ。ヒリヒリする9月 大谷が躍動を続けている。